食用菊とは菊の一種で特に食用として栽培されている菊を指す。食菊とも料理の妻に使われる妻菊などの小林種のほか花びらのみを食用とする大輪種がある。菊そのものは古代より中国で延命長寿の花として菊茶、菊花酒漢方薬として飲まれていた。その中でも食用菊は苦味が少なく 花びらを大きく品種改良された種。奈良時代に日本で現在でも食用菊として栽培されている延命落が中国から伝来した。平安中期の927年に行われた演技式の転薬量の中に木菊花の名が示されている。食用としては江戸時代から民間で食されるようになったとされており、百九十五年に記された本食に 柑菊の記述が見られる。また、松尾芭蕉は、菊を好んで食したらしく、1690年晩集に、大見片田で句に読んでいる。菊そのものの下毒効果に関しては、株式会社ポーラの研究により、生体内の下毒物質、グルタチオンの酸性を高めることが発見されている。また、食用菊としては、日本大学薬学部、理学部山形県衛生研究所により、 発がん効果の抑制、コレステロールの低下、中性脂肪を低下させる効果の研究結果が発表されている。栄養面では、ビタミンやミネラルが比較的に多く、特に β カロテンやビタミン C、葉酸をはじめとしたビタミン B 群などの抗酸化作能力の高い栄養素を多く含む。さらに、紫菊花には高等化作用があるとされ。 アンチエイジングの観点からも注目されている。サラシナホリの代わり蕎麦、菊切れ干渉用の菊に比べて苦味が少なく甘みがある。茹でてお浸しにしたり、酢の物や、和え物、天ぷらや吸い物に用いられる。また、花びらを湯がいたり蒸した後に、海苔のように薄く四角い形に乾燥させた、菊のり、干し菊、のし菊などの加工品がある。 小菊が添えられた刺身盛り合わせまた刺身やちらし寿司などに妻として添えられる。これは菊そのものの下毒効果を利用した殺菌目的のため、ただ添えるだけでなく醤油に花びらを散らして彩り香りを楽しむ食べ方もある。2016年の統計によると出荷量では愛知が最も多く、ついで山形、青森、 新潟と続き、4県で95%以上を占める。ただし、愛知県の食用菊は、刺身の妻などに添えられる小菊が、メインで、妻としての小菊の国内生産9割を占める。ハウス栽培をメインとしており、年間を通して生産、出荷されている。花そのものを食べるために生産されている、食用菊に関しては、山形が第1位で全体の6割を占める。 金菊など種はハウス栽培で年間を通して出荷されているが、もって菊は晩成で収穫時期が限られ10月下旬から11月にかけて出荷される。これは菊味噌として郷土料理の一つとして成立している。もって菊、もってのほかを新潟県の下越地区を中心に柿のと、新潟県の中越地区では思いのほかと呼ぶ。新潟市南区での栽培が盛んで、 県内生産量の8割を誇る。新潟市の食と花の名産品に指定されている。夏季のもと、日本でポピュラーなのは次の2種で、花が食材として売られているだけでなく、園芸店で苗木を売っていることもある。ありがとうございます。